基礎騒動は、慶応2年8月に、信濃国畜間群で発生した夜直し一期。慶応2年8月、信濃の中仙道基礎漁の農村では、前年からの米価高騰に加え、天候不順や台風被害によって協作が、必死の大打撃を受けていた。特に、基礎谷北部は、松本盆地に米作を一挙していたが、不作を見越した松本藩や天領あずちで、 国土目めが行われ、さらに、中心地方有数の豪商品の屋昭三郎こと、野口昭三郎らによる米の買い占めの風文が立つと、荒井馬宿で旗小屋を営む吉丸屋の丸山、左源太は、本山、新江川、奈良井、籔原、宮の越など、各宿場にも豪商を呼びかけ、8月17日から8月18日にかけて、困窮した農民が、新荒井馬に集結し、 本世場村の藤塚で放棄の合図の呪しをあげると一斉に松本盆地南部へ押し出した。荒井馬宿の村役人らの意図は、豪商農や米国商らに圧力をかけて米を陛下で送らせることにあったが、その思惑を超えて参加した困窮農民らは暴徒化し、沿道の国商、酒屋、七屋、村役人らを対象とした焼き打ちや打ち壊しに発展し、 乱暴ンボ米国の強奪に加え、今後は必ず陛下で米を送るという内容の証文を強制的に取るなどした。上上林村の野口昭三郎の邸宅は、長屋門と文庫像を残して全焼し、野口が開発した神殿の民家も焼き払われた。騒動の報告を受けた松本半島は、沿道各地に、飯し取り方を破兵し、一気勢と退治し30名ほどを逮捕。 発砲の末に鎮圧した。8月18日夜には、約500名が、木曽谷から本世場村に押し出したが、そこでは、王将屋と村役人が炊き出しを行い、米送り証文を提出したため、平穏のうちに引き上げた。この一連の騒動は後に、ちょぼくれに歌われているように、世直しの意識によって動いていた。騒動は8月20日には収束したが、 終わり藩基礎代官山村氏は、越後高田藩と交渉し、玄米652国を購入して払い下げている。一帯は大部分が天領であったため、翌慶応3年4月6日になって、江戸から表情所の小暮東のタスラ倉下役3名、関東取締り出役から、関口尾の資郎らが、現地に入り取り調べを行った。襲撃を受けた家は105件を数え、 入浪した96名中16名が浪し、丸山左元太は自身の本意とかけ離れて暴徒化した一期勢からは離れて距離を置いていたが、騒動の首謀者として同志の笹谷伝左衛門と共に江戸に送られ、同年9月18日に鈴ヶ森刑場で処刑され、9月26日荒井馬宿に送り返され、マス型に置いて3日間晒された。伝左衛門は 江戸で老子したが、遠島の刑を受け、その他は、追放刑11名、合わせて40家村の総百姓へ310巻分の、過料などの処罰があった。ありがとうございます。